本日のゲストは名古屋フィルハーモニー交響楽団首席コントラバス奏者の佐渡谷彩子さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いきなり名前で噛んじゃいましたけど、すみませんいいです、ちょっと、ね、発音しにくい名前なんで、すみませんなんかあの佐渡谷さんと仕事で結構東京ではね一緒になってたけど、そうですね、うん、東京とかにいる、はい、どこ、でも私東京はそんなに、東京ですかね、東京さんが一番多かったかなと思いますけど、ね、今回佐渡谷さんとお話しするってなってちょっとプロフィール見てて、いきなり9歳からコントラバスを始めるって引っかかっちゃったんだけど早かったです、私小学生のところから弾いてて。だってジュニアオケとか、いや、吹奏楽なんですけど、その私が一番最初に始めた時はまだ器楽合奏団って言って吹奏楽器がそこまで多くなくて、あのオルガンとアコーディオンと鍵盤ハーモニカと打楽器とコントラバスがあったんですコントラバスはあのその音楽の先生の私物だったんですけど、へー、それがあって、で私の姉がそこに先に入ってたんですけど、うん、少しずつ吹奏楽器が増えていったんですよ。ああ、なるほど。ね、あの姉はクラリネット吹いてたんですけど、そのコントラバスを持ってた先生がやっぱ吹奏楽をやりたかったみたいで、少しずつ楽器を増やしていって、で私がその 入団じゃないですよね、クラブ活動に入るときには吹奏楽になってましたけど、ほぼほぼ。なるほど。はい、なんでコントラバスを佐渡谷さんなの？あのでも音楽をやりたかったんですけど、ずっと姉のクラブ活動は見てたわけだし、やりたかったんですけど、うん、その私鼻が悪くて昔から、うん、で吹奏楽器できないって言われたんですよ。え、あ、そうなんだ。はい、だから吹く楽器は無理だから、まあ打楽器とかだったらできるんじゃないかって言われて、で打楽器で一応クラブか一応入団試験があったんですで、あの打楽器、あのタンバリン、革が張ってあるタンバリンを、うん、あのドゥルルルってやるやつあるじゃないですか、うんうんうん、親指ちょっと湿らせてドゥルルルって、あれができれば合格みたいなのがあったんですけどそれめっちゃ練習して、あの一応受かったんですけど、うん、背が高かったのでコントラバスしないかって言われて、あ、出た、あるあるだね。はい、あるあるです。で、まあ何でもよかったので、楽器できれば、もう吹奏楽器ができないってなったらもうね、選択肢そんなないの で、ね、でコントラバスもかっこいいなとは思ってたので、何やってるのかよくわかんないけどかっこいいなと思ってたのでやりましたね。あと両手でなんか持つっていうのも楽しかったですね。ああ、なるほど。え、分数楽器じゃないでしょ、だから先生のってことは。そうですね、普通の、多分このぐらいの普通の、まあちょっと小ぶりではありましたけど、オケにあるような大きな楽器ではないですけど、うん、はい、こうやってこうやって弾いてましたね。はい、ってことは今うちの娘と一緒だから小学校3年生、それでフルサイズってなかなか大変だよね大変でした。で、だから弾けてたとかどうかは別の話ですよあの私が担当していただけであってでもあの一応先輩もいたので、うん、あの少しずつは教えてもらってたし、そのコントラバスを持ってた先生はやっぱさすがにこの楽器はわからないからって言って、あの専属の先生を呼んでくれたんです。専属の学生さんを。あ、なるほど。うちから一番近い音大が専属だったので、うん、で専属の学生さんを呼んでくれてたんですけど、その人がベンさんの奥さんなんですよ腰子さんだったんですよ。なるほど。はい、それはあの新日にエキストラに行き出してから知ったんですけどねすごいね、そんなこと知ってるよ、うちの嫁って言われて、えみたいな。うわ、狭い世の中だな。はい、びっくりしました。それはこの対談聞いたら喜ぶかもしれない。そうですね、聞いてくださったらいいですけど。大丈夫です。でも本当もうすごい失礼なことばっかり言ってて、うん、恥ずかしいんで、あんまお会いできないんですけど全然わかんないのにすごいタメ口で、なんで先生はいつも楽器持ってきてくれないのとか大変じゃんね、今考えたらね純粋な質問をしてたんだね、だからはい、質
してましたね。ひどい、ひどい小学生でした。もういや、小学生だからできるんだよ、多分。そうなんですよね。はい、小学生だから大丈夫ですよ。大丈夫ですね。許されると思って。すいません、先生すいませんって。立派になった今を見て。立派、喜んでる、うん。ちょっと変わらない面はあるかもしれない。失礼なところは変わってないかもしれないです。いや、すごいな、びっくりだな。え、でも、その後東京音大の付属でしょ？そうです、高校は。一応最初、専属受けようと思ってたんですけど、近いから。で、そのまま専属のちゃんとしたあの先生になろうと思ったんですけど、あんまりちょっとレッスンうまくいかなくて、その先生が私のレッスンを忘れちゃったりしてたので、行っても先生いないとかあったので、なんか、ちょっと嫌だなと思って、他の高校の、学校見学みたいなの行った時に出会ったのが斉藤先生で。ああ、なるほど。そのつながりで東京音高に決めたってだけなんですけど。で、東京音高から芸大に行ったのはもう自然な流れですか？うん、誰かに習いたかったとか。いや、そこもなんかちょっと変っちゃ変なんですけど、まあ家庭の事情ですね。音大、東京音大に行けなかったってだけです。金銭的な都合で。父が高1の時に他界したので、その時に、まだ妹小学生だったので、うちにお金がなくなってきましたってことで、じゃあ、行けるなら国立目指そうかなと思って、受けましたね。で、芸大に行って、芸大で習ったのが長島先生、はい、そうです。長島先生が一応、専任の先生でいらっしゃったんですけど、まあ、やっぱ私くらいの、世代の時って長島先生お忙しかったので、もう一人あの女子の先生がいらっしゃったのが修先生です。ああ、なるほど。はい、だからそのお二人に、3年生まではレッスンを習ってて、4年生になった時は西田先生に1年間つくっていう、そういう時期の芸大でした。なんか贅沢な。そうなんですよ、超贅沢でした。羨ましいっちゃ羨ましいけど。そうですね、今考えたら信じられないですよね。2人の先生に並行して習えて、4年生になるとなんかまた違うすごい先生来たけどみたいな感じで、ありがたかったです。羨ましいな。なんかさ、いろんな先生に習ってるけど、その先生たちの言葉ですごい印象に残ってる言葉とかなんかあったりする？でも一番記憶に残ってるのがコントラバスの先生の話じゃなくて、高校の試験をの時にチェロの先生に言われたのが、君の音程って平均率だよねって言われたんですよ。だってそれの意味が全然わからなくて、なんかもうそもそも音程なんてないようなだけじゃないですか。で、音程悪いのを直そうとはしてましたけど、平均率って言われて、そうですかって言ったのはすごい、あの時もなんかまだ子供だったしよく分かんなかったし、すごいずっと残ってましたね。それがいいのかも分からないし、悪いのかも分からないし。コントラバス弾いてると、まずそこまでのレベルに達しないことの方が多いというか、ちょっとよく分かんなくて印象に残ってます。よくいろんな人になんか比較的音程取れる方だよねって言われるんですけど、自分でよく分かんないんですよね、どういう音程なのかが。で、それが平均率なのか、何なのか、いまだにちょっと謎ですけど。コントラバスの音程がいいは、他の弦楽器からするとそうでもなかったりするかな。そうなんです、そうなんです。ね、よく分かんない。低くなれば低くなるほどよく分かんないし。今、オケで5弦弾いてるけど、5番目の弦弾いてるも本当に分かんないです。いつも何そうね。はい、ベルリン留学したときにさ、コマのあたりで自分の音程聞くよねって言われてさ、コマのあたり、なんだ、自分の楽器の近くで鳴ってる音で自分の音を判断する。ああ、なるほど。っていうのすごい言われたんだよね。客席にどう飛んでるかを全く意識してないって言われて。それ難しい話ですよね。すごい想像力。だけど結局倍音を意識して、うん、すごい言われたんだけど、最終的には自分を信じるって話になってきちゃうじゃない。
そうですよね、そうですよね。だって絶対自分のって聞けないわけだから。それめちゃくちゃ高度なこと言ってるよと思ってさ。うん、うん。しかもやっぱ日本の空間って狭いから、ホールで弾けばまああれだけど、うん、家で練習してても、学校だって狭かったし、うん、ね、広い部屋、相当広い部屋借りないと、その外国みたいな広さのとこで音出せないから、余計そうなりますよね。わからない世界ですよ。天井も低いしね。うん、そう、もう、すぐいろんなとこが反響してから、ビル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 って家中、あーと、ご近所さんすいませんと思いながら。いや、本当ですよ。もうご近所さんにはもう今までも散々迷惑かけてきたから。そう、そう、自粛期間中も恐ろしい、恐ろしかったですもん。あ、そこって防音ではない？普通の家なんです。そう、名古屋少ないんですよ、楽器弾ける物件が。そうなんだ。うん、まあ、東京も多くはないと思いますけど。で、一応ここ普通の家なんですけど、弾いていいってことで弾かせていただいてるんですけど。うん、え、なんかそれは他に楽器弾いてる人がいるからとかっていうこと？一応ピアノを習ってるちっちゃい子が下にいるみたいなので、うん、で、あの、結構ファミリーマンションなので、あの、ドタバタドタバタはしてるんですけど、うんうん、お互い様っていうことで、ね、何がお互い様になってるかわかんないですけど。で、あとなんだっけ、コンクールなんかいっぱい通ってるけど、うん、なんだっけ、ベガ。はい。ベガ入賞とか、あと秋吉台はあれだよね、第1位、はい、っていうのを卒業してから、はい、そうです、メイフィル入る直前です。あ、秋吉台はベガコンは確か大学1年生の時だったと思うんですけど。ああ、1年の時だったんだ。はい、稲川くんと一緒だった気がする。稲川くんが2位かなんか、3位か2位かなんかで、うん、初めて受けたコンクールでしたね、ベガコンが。大学1年、そうだよね。うん。で、表彰される前に帰ってきちゃったみたいな。あ、そうなの。もうちょっと全然分かってなくて、コンクールというものを弾いたら帰るみたいな感じのイメージだったので。仕事みたいですよ。はい、で、あの、怒られるっていう。なんで君は表彰式にいないんだって。だって大阪、関西だったし、帰んなくちゃと思ってたもんね。何も知らなかったですね、あの時は。うちらの頃、ベガってなかったと思うんだよな、確か。そのコントラバスが入るようになったのが、そのちょっと前から、5年、5、6年前ぐらいかな。最初の方は、あの弦楽器部門でも、やっぱバイオリンとか、あ、そうだ。しかなかったと思うんで。なんか中田くんが昔、通ってたかな。あ、そうか、中田さんか。そうかもしれないですね。そう、その時に、あ、コントラバスで通る人いるんだって思って。うん、すごいですよね。うん、なんかすごい、佐藤さんは練習の鬼だっていう噂を聞いたことがある。鬼ってわけじゃないですけど、好きなんです。うん、弾いてるのが好きですね。他に趣味とかはない？そう、考えたんですけど、多分ないです。あ、すごい。その、ちょっと本読むとか、テレビ見るとか、ゲームするとか、うん、そのぐらいはしますけど、その、のめり込んでるって言われるかと言われると、なんか暇つぶしぐらいで。うん、ね、今日は一日休みだ、わーい、弾こうみたいな感じになります。もう、ほんとコントラバス弾くために生まれてきたんですよ、だから。どうなんでしょうね。なんか、世界が狭いですよね。そう、でも私もスミさんに質問があって、うん、私がこういうタイプだから、その練習が好きじゃない子の気持ちがあんまり分かってあげられないんですよ。あ、教えるときにね、あの、スミさんが練習が好きじゃないって言ってるんじゃないですよ。教えてるときに、スミさんのこと言ってるんじゃなくて、あの、その、やっぱコントラバス始めたばっかりの子とかって、うん、難しいじゃないですか、楽器を弾くこと自体が。うん、で、特に派手でもないし、その、素敵なメロディーが出てくるわけでもないし、ある程度弾けるようになってきたら、それこそね、ちょっとメロディーも弾けるようになるし、うん、こうアンサンブルも楽しくなると思うんですけど、そこに行くまでがやっぱ自分で練習しないと楽しくないわけじゃないですか、うん、私は結構それ楽しめたんですけど、できることが増えていくのが、うん、うん、そこに行くまで
が難しい子って結構いるんだなと思って。いや、多数だよね。多数ですよね、うん、そういう時にどうやって教えてるのかなと思って。楽器好きになってもらうのが大前提だから、うん、じゃないと練習も楽しくならないじゃん。うんうん。だから、なんだろう、あんまり練習だと思わせないようにではしてるんだけど、例えば、うん、弓をまっすぐ引く練習もなんかこう動画撮ってあーで動画撮って綺麗に撮れてるか、うん、引けてるかどうかっていうのをこうちょっと確認してごらん、うん、何日続けてまっすぐ引けたら合格だねとか。ああなるほど。こうポイント決めてハーフポジションのピッチを1日10回やって、最初は 2,3 回しか針が真ん中あたりに来なくてもいいから、それが10回中8回ぐらい揃うまでちょっと頑張ってみようかとか、うん、なんかこうちょっとゲーム感覚を引き上げて、なるほど、やったりとか、あと途中でそのやっぱり弾けるようになるとこういうことできるんだよっていうのをポイポイ放り込んであげると、うん、ちょっと目標が見えるから、なんかあえての映像をね持ってって見せたりとか、あとピッチカート一発でもこんな意味があるんだよっていうのを、うんうんうん、なんかマーラーの5番のアダージェットの冒頭のところちょっと話したりとかして。え、それ中高生に聞かせてるんですか？はい。すごいな。そうか、一緒にボンってやってみると、なんか俺あるとないじゃ全然違うでしょみたいな感じでこう、うん、少しずつコントラバスって必要なんだなってまず思ってもらわないと。よく聞かれるから、ね、中高生にこう吹奏楽にコントラバス必要なんですかって。そうなんだ、必要ですよね。そうだから、なんで必要なのかっていうのをすごい説明するし。なるほど、うん、こんなソロが弾けるとこんなことできるよ、ハイポジションまでいけるとこんな曲弾けちゃうんだよっていうのを見せてあげたりとか、うん、まあでもオーケストラの映像を見せた時が一番やっぱ反応いいかな。あ、そうなんですね。うん、ね、見せてみます。ここだけのなんですけど、うん、自分で編集した動画があるの。うんうんうん。もうオーケストラでコントラバスだけがこう活躍してるシーンを抜き出してまとめた動画を作ってて、うん、大工の冒頭とか、うんうんうん、あとマーラーの復活の冒頭とか、はい、冒頭とか。あとね、新世界、ブラームスのシンフォニーとか、うんうん、あと何があったっけな、それこそさっきのマーラーも、うん、そういうのバーッとまとめて文字で下に、うん、このコントラバスのこういうのに注目っつって、うん、まるで囲コントラバスをまるで囲んだり矢印につけたりとかして、すごい凝ってる。そうそう、私もそれ見たい。なるほどね。コントラバスが音だけすごいゴーってなってるところとかは、なんでコントラバスないんだとか入れてみたりとかして楽しそう。そうで、それを見せたりすると結構そこからあってみんな変わってくる。うんうん、そうですね。それは私今聞いててもあーって思います。すごいな。だからコントラバスってスマホで見せてもさ、音が伝わらないじゃん。そうなんですよ、聞こえないんですよ、スマホのスピーカーっていうのは。手をカットしたのかってぐらいも聞こえなくて。だから必ずレッスンの時はね、 Bluetooth でつながる重低音のスピーカーを持ち歩いて、はい、それで聞かせるようにしてる。もう完璧な先生ですね。いやいや、完璧。そんなことないんですけど。ちょっと、頑張ります。いやいや、その道の方向へも進めるように、私も。準備段階から違すぎるな。あとね、この前ほら、運転免許取ったのね。うんうん、コロナの間に。で、はい、自動車教習所通ってて、あ、教習所のこのハンコのシステムいいなと思って。ほう。教習手帳ってあるじゃない。はい、ああいうの作ってレッスン手帳っつって、うん、ハーフポジションクリアポンとか。ああ、そういうことか。そうそうそう。で、なるほどね、この先の大体の3年間の予定みたいなのを最初に書いちゃって、うん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 、基礎ができたらソロはこういう曲やっていきましょうっていうのをこう
確かに見た目で分かりますね、それだと。そうそうそう。で、エチュードとかもここにシマンドルやるよとか入れといて、うん、クリアしたらトン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 押していくっていうのを、うん、今年、教習所で学んだこと。これはもう完全にコロナのおかげなんだけど、だからこれからちょっと生かしていこうかなと思ってるんだけど。すごい。でもやっぱ柔軟ですね、いろんなことが。柔軟どうなんだろう、うん、すぐそうやって取り入れて変換できるっていうか、コントラバスに一応常にどうやったら一番いい教え方ができるかっていうのだけは考えてるかもしれない。うん、素晴らしいです。鏡ですね。いいな。そんなことぐらいしかできないからさ、いや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 、大事です。サッカーの指導者資格取った時もすごい勉強になったし。そんなのも持ってるんですね。持ってますね。日本サッカー協会の公認資格。何でもできるじゃないですか、もう。すごいな。なんかそのドイツのサッカーの指導者システムがすごいみたいなのとかも、それですごい勉強して、うん、でもいいですね、そのじゃあコントラバス始めた子がサッカー好きだったら、こうそこでなんかね、会話も広がるっていうか、指導方法もまたちょっと違うアプローチできそうだし。そうだね。面白いのはこの前までずっと教えてた高校吹奏楽部の男の子がやっぱりサッカーずっとやって、うん、で吹奏楽部で全国大会までとか行ってたんだけど、うん、今彼は大学に通っててまたサッカーやり始めてて、うんうん、でも吹奏楽器も続けてくれてるの、まだ。両方好きでやってるんですね。だからそういうふうに、なんだろう、ね、いろんなことに手出してくれるのは嬉しいなと思って。うん、そうですね。うん、素敵。いいと思います。とにかく先に進んで卒業した後も楽器続けてくれる生徒さんを教えたいなと思ってるけど、うん、うん、そうですね、本当そうですね。ずっと好きでいてくれると嬉しいですよね。ねえ、頑張ります。いえいえいえ、頑張ります。なんせこうなんせ楽器大きいからね、続けにくいですけどね。もう家で弾けないし、あんまり。あれし。ね、ちょっと不便なところが多いのがネックな楽器ですが。ね。今でも佐藤さんも、なんだっけ、名古屋芸術大学の。そうなんです。先生をしてるじゃない。教えてます。はい、今5人ぐらいかな。ああ、そうなんだ。うん。きっと我々がこう教えてた吹奏楽部の生徒さんとかみたいな人がこう入ってくるわけでしょ。そうですね、やっぱり吹奏楽やってた子がほとんどですね、うんうん、まあたまにオケ部の子もいますけど、うん、やっぱり音大は試験があるから、うんうんうん、その今まで私もオーケストラ部とか吹奏楽部はね、東京にいた時にも教えてましたけど、その試験のためにレッスンするっていうのはあんまりなかったので、あ、そうか、半期に1回試験があるっていうのが結構プレッシャーで、こっちもそこまでに5分の曲を弾けるようにさせなくてはならないと。あんまり曲はかぶせちゃいけないと、みんな。あ、そうなんだ。まあ別にいいんですけど、もし自分がその学生の立場だったとして、あんまりこうみんな隣で練習してる子と同じ曲って嫌じゃないですか。そうだね、嫌だね。で思うと、こうなんかいろ、でもみんな曲知らないから、うん、その芸大、東京芸大にいた時みたいにみんなパラパラ弾ける子たちではないので、一生懸命勉強はしてますけど、うん、あんまり曲を知らないで大学に入ってきてるので、その先生、何弾いたらいいですかっていつも聞かれるんですけど、うん、何弾いたらいいかねって一緒に悩みながら、今度じゃあこれやってみようかって。なんかやったことない曲を結構教えてるんですけど、うんうんうん、難しい、教えるのってすごいと思って、ね、今まで習ってきた先生たちすごいなと思って。でも上手になると嬉しいですね、やっぱり、うん、試験の時に弾けるようになってくれると、まあすごい、若いってすごいって思いながら。そうそう、伸びしろすごいからね。はい、そのポジションまで弾けなかったのになっていうポジションまで行けたり、名古屋の子ってピュアな子が多くて、うん、歌心はすごいみんなあるんですよ。あ、だからすごくいいですね、その辺。いや、自分が刺激を受けること多いですね、
どっちかというとテクニックを磨く方が多くなっちゃってたので、うん、このシンプルな歌を歌い上げるっていうのはもしかしたら子供たちの方が上手いかもしれないと思いながらいつもレッスンしてますね。なんか歌心だけはレッスンで教えられないもんね、なかなか。はい、はい、持ってるもの。本当山の方に行けば行くほど歌心みんなありますね森の奥の方へ行けば行くほどなんか不思議だなと思いながら教えるのもさ、一から全部叩き込んじゃうのってすごい楽じゃん。うん、はい。この音符はこうやって弾いて、こうやってやってって全部教えちゃえばさ、うん、ある程度弾けるようにはなるけどさ、なんか自分で考えさせるのってすごい難しくない？うん、そうですね。なんか、じゃないとロボットを作ってるみたいになっちゃうから、はい、うん、うん。それはなるべくやめようと思ってるんだけど。はい、うん、そうですね。ここ一番、その、卒業してもね、自分で楽しめるようになってもらうにはそうしないとダメですからね。自分でこう、埋めないと音楽を。ある程度苦しんで考えて、うん。探してほしいなぁと思ってるんだけど、はい、もう本当難しい、一番最初にその習った専属の私のレッスン忘れちゃう先生はすごいでも細かく厳しくは教えてくれたので、そのメモはいっぱいシマンドルに残ってるんですよ。あーすごい。それね、当時中学生だったので全然楽しくなかったんですけど、今それをそのメモを読み返すとすごいすごい細かくいいことを教えてもらったんだなって今では思いますね、うん、で、2015年にメイフィルに入られて、あ、頭で入ってたんで、はい、そうです。いや、メイフィルはあのテュッテで入ってます。あ、テュッテで入ったんだ。はい、一応管楽器もファーストで入るとかじゃなく1、2番で入る。あ、そういうことなんだ。はい、で、弦楽器もみんなテュッテで入るんですけど、入ってから選挙で決まります、うん、あ、なるほどね。はい、だからいつでもクビになるしいつでも逆に辞めることもできるし、うんうんうん、あ、なるほど、はいはい、その辺はまあ責任の問題になってくると思いますけど。入ってすぐ首席になった？2年目か、一応3年に1回改選なんですよ。あー、なるほど。はい、なので入った年にの次の年にその多分改選のタイミングがあって、はい、ここでそっからですね、ありがたいことにやらせていただいて。難しいです首席の人はすごいなっていつも思うんだけどさ。でももちろん首席も難しいですけど、やっぱりコントラバス難しいですねオーケストラは難しいなっていつも難しいですよね。うん、1人じゃないから余計にね。はい、頭をやるようになってキュッティの難しさも余計分かるようになっちゃったし、なっちゃったなったし、なんかもう考え出すとキリはないですね、やっぱりね、まあ、オーケストラのことって、うん、何回かゲストトップとかで呼んでいただいたこともあったけど、あ、うん、向いてないと思っちゃった。そのやっぱ一回とかだと分かんないですよね。その、うん、まあ、分かんない。コンサート一度だけしかないとかだと。そうそうそう。やっぱ年月が必要なものなんだなって本当に。そうだからやっぱりセクションっていうのは熟成されていくものなんだなってすごい思うし。うん、ねえ、本当に。やっぱりだから20年以上ずっとフリーでやってきて。うん、でいろんなオケに呼んでいただいたときに、その熟成されたものを壊しちゃいけないなってすごい思うし、うん、でも、うんうんうん、行ったからには何か力になりたいなと。そうですね、うん、だからその辺はもうやっぱり悩み続けてここまで来てるって感じだけどでもやっぱりベテランのエキストラの人は頼りになりますよね、すごく。それなりにやっぱみんな考えてると思うんだよね。うん、うん、と思います。やっぱ来てもらう立場になっオケの方の立場になってやっぱりすごいなって思いますね。長年キスラでやられてる方っていうのは対応能力が全然違う、まあ、若い子も上手ですけどもちろん、うん、
3日間しかリハーサルがないわけじゃん、大体確認して。はい。でも大体行って初日でもまず指揮者の、ね、癖と、それに対するコントラバスセクションのトップの反応の仕方と、はい、主席の合図の出し方とそのタイミングを見て、うん、音の出るタイミングがね、もうね、もう、OK、に違いますけどからね、みんなね、やっぱりだから慣れるまではそこすごい苦労したし、そうですよね、初日の情報量がすごすぎて大体ヘトヘトになって帰るっていう、はいはい、楽器もね、いつも違うわけですしね、そうそう、ね、あれ大変ですよね、やっぱね、自分の楽器でいけたらっていうのはすごいあるよね、うん、やっぱすぐ弾きこなしちゃう人もいらっしゃるのでね、そうなれればいいんですけどね、あれは無理だな、なんで、うん、ストールとかすごいじゃんだって、うん、日本にフラットやってきて楽器借りてそれでその日本番やっちゃうとかさ、うん、考えられないと思って、考えられないですよ ね、 ね、考えられないです私は、でもヘイさんもその系がありますよね、あ、ヘイ君もそうなの、なんかそあの名古屋でリサあのコンサートするとき楽器貸してちょっとずつ使ってくださいみたいな感じで、あ、そうなパーって弾いてパーっていいな、何でも弾けちゃうイメージです、音程の取り方とか、はい、ポジションの把握の仕方の感覚が違うんだろうなって思うんだけど、うん、そうですね、耳がいいのと、そうですね、取り方が違うんですよね、全然ね、ねえ、こんな広い、いつもの、そう、いつもの決められたものじゃないとなかなか緊張しちゃう、本当そう、虎がよく使う楽器っていろんな人が弾いてるから鳴らなかったりするしさ、はい、まずそもそも自分の音にするまでに時間がかかるっていう、うん、時間かかります ね、 ね、だからあの定期とかのエキストラだったらね、3日リハあるからいいですけど、そうなんかちっちゃい音響とかのリハだと短いじゃないですかなんか慣れる前に終わっちゃいますよねで、そうなら1日リハとかだともうほぼ本番終わった後敗北感で、そうですよねがっかりして帰ることの方が多いからうん、あれ難しいですよね、まあ何回か行ってるわけだったらいいですけどね、またね、うん、何回か行っててその楽器使ったことあるとかだったらいいですけど、初めて行って1日リハではいみたいなのはちょっと大変ですよね、惨敗ですよね、じゃあ私もできないですあれ佐渡屋さんってどこの人だったっけ、専属の近くってことは神奈川県で相模原です、神奈川か、そっから名古屋に引っ越したんでしょ、うん、そうです、名古屋いいよね、いいです、空広いですよ食事が羨ましいよね美味しいものだ、食事ですか、食事が好きですか、名古屋の食事大好きだよ、質問、あ、そうなんですか、あの結構あ遠慮しておきますっていう方多いですけど本当大好きだけど、ね、うん、あの味噌系がダメな人はダメです、ああ、そうだろうね、味噌煮込みとか、うん、結構全体的に味がしっかりめなので、そうだね、それがやっぱ関西の方とかは、あと東北の方とかは白味噌じゃないですか、東北だとこう、うん、関西も塩じゃないですか、どっちかっていうと、ああそうだね、味噌になっちゃうと全部味噌になるじゃないですか、その味噌全部が味噌の味になるから、それが苦手っていう人もいらっしゃいますけど、まだ大丈夫だな、年取るとちょっとだんだんねきつくなることもあるけどまだ大丈夫今のところまだ大丈夫だな大丈夫、もうすぐ辛くなるかもしれないけどそうですね、もしかしたらね、もう少ししたらね台湾ラーメンもあるしね、そうですね、私昔辛いの食べられなかったんですけど、うん、もう最近は全然、あ、本当、お酒飲めるようになってからいろいろ食べられるようになりました、あれ飲める人だっけ、今は飲めます、25ぐらいで開花しました、うらやましい、もうずっとお酒飲めないままここまで来てるからそうなんですか、あの、ね、ミュンヘン行った時に飲めるようになりましたよ、あ、本当、ベルリン行ってたけどまあでも日本より飲んでたかな、向こうのビールの方が飲みやすかったから、うん、飲みやすかった、はい、もあってすごい柔らかくて、はい、まあ、留学してみたいな、楽しいですよね、え、楽しいですよね、うん、そうなんだけど、やっぱ普通にベルリンフィル毎週聞けるってでかかったし、そうですね、いいですね1回、2回しか聞いたことないかな、なんだろう、やっぱりほら
あの人たちが自分のホールで自分たちの楽器で演奏してるから、うん、そうですね、ベストパフォーマンスを。そうそう、やっぱり日本来るとほら、日本で楽器調達したりするから、うん、そうですね、ちょっと条件がね、旅の疲れもあるし、ホールも違うし、そうそうそう、この辺はすごい面白かったかな。いいな、いいな、羨ましいです。そうなんです、留学できたらね、そう、オケ入ったけど、できたらいつか行きたいんですけど、うん、絶対一回行ったらいいと思う。うん、コンクールではね、それこそ行ってるんですよね、うん、マルク・ノイケルヘンとミュンヘンは。で、その時に、マルク・ノイケルヘンの時は2週間ぐらい滞在して、ミュンヘンの時は3週間ぐらい滞在したんですけど、うん、まあ、それだけでもやっぱ、なんか、景色も全然違うし、色味も全然違うし、ね、なんか、そのちょっとだけでも、耳変わってきますからね、不思議、不思議でした。本当に不思議だった。わかる、あの楽譜がしっくりくるっていうか、はい、楽譜を見る景色が変わってくるじゃん、ね、はい、全然、だドイツ語とか全然喋れないんですけど、ちょっとは勉強していったけど全然喋れないんですけどね、でもずっと聞いてる環境にいるとなんか音がそう聞こえてくるんですよ、ドイツ語みたいに聞こえてくるんですよ。あれ本当不思議な感覚で、帰ってくるとすぐなくなっちゃうんです、それが。あれどこ行った。わかる、行かなくちゃの、なんかもう長期じゃなくてもいいから頻繁に行かなくちゃとは思ってるんですけど、ぜひあのコロナがまた収まったら。はい、そうですね、行かなくちゃ。しばらく難しそうだけど、残念ながら。うん、あとカルテット、はい、ダララキャマラード、はい、キャマラードで、はい、あれはありがたいカルテットです。どうですか、そのあれラララクラシックきっかけなんでしょう。そうです、あの柳井ちゃんが集めてくれて、うん、あのお声かけいただいて、全然それまで、まあゆきちゃんはねもちろん大学の後輩なので、うん、あのたくさん一緒に演奏したり喋ったりしたことあったけど、柳井ちゃんとあっちゃんに関してはそこまで交流なかったので、ああ、すごい緊張したんですけど、緊張っていうか大丈夫かなと思ってたんですけど、もうみんなすごい面白いから、あっという間にもう打ち解けて、うん、すごい、すごい本当にありがたいです、声かけていただいて、個性のあるメンバーで、うん、また今後活動予定あるの？そうですね、できたらやろうとは言ってるんですけど、うん、あのまあやっぱどこのオケもちょっと忙しいっていうの、ああ、まあ、まあ、今年はコロナだったし。そのやっぱスケジュールの、ね、具合がやっぱり全然合わないので、それが合えばすぐにでもやろうっていつも言ってるんですよね。ああ、はい、一応いつかはやります。楽しみにしてます。もう、はい、あれ本番2回やったんだよね、これまでに2回やりました。はい、あ、はい、オープンじゃないけど、静岡でもやってるの。ああ、3回やってますね。え、なんか YouTube に上がったりとかしてないの？ YouTube には上げてないですね。そう、なんか演奏動画とかあったらこう下に貼っとこうかな。そうですよね、なんかその辺私たち変にシャイなんですよ。あんなテレビで大々的に放送してんのに。なんか YouTube はいいかなって、生演奏がいいよねって。でもコントラバスって生演奏がやっぱ一番じゃないですか。まあコントラバスに限らないかもしれないけど、まあ、これからの時代それじゃ生きていけないかもしれないですけど。あ、でもね、画面通すとね、やっぱりなんだろう、コントラバスで特に音が変わっちゃうから、はい、悲しいですよね。たまにほら、スピーカーは重低音を売りにしてるスピーカーとかあるじゃない。うん、ありますね。いや、それをスタンダードにしてくれよって思うんで。そうなんですよ、そうなんですよ。あの、iPhone のイヤホンもすごいいいじゃないですか。あ、そうなんだ。すごいいいんですけど、あの感じがなんで出ない、他のよう、あの感じでこう普通になればいいんだけどなと思います。ねえ、だからうちももうパソコンにもう重点音スピーカーつないじゃってて、うん、だからレッスン来た生徒とかにはそれでもうピッチカートとかめっちゃ聞こえるでしょって言って。いいな、一度聞きに行ってみたいですね、その重点音の。こういうスピーカーで聞きなよって言って言うんだけど、うん、いいですね、いいですね、そういうレッスンも。
もううちはもうフル活用ですから、いろんなものを。いいですね。うちの実家にもあるんだけどな、いいスピーカー持って、狭いんだよな。この部屋もだいぶ狭いから。だいぶ狭いですか。はい、持ってきちゃうかな。いや、あのね、やっぱ1個あると全然変わる。気持ちいいですよね。聞いてるだけでもね、気持ちいいし。そうですよね。時間が、はい、意外と経ってしまいましたが、よかった、喋れた。喋れたかな。大丈夫でした。全然大丈夫ですかね。楽しく喋れたと思ってるんだけど。 だといいんですけど、ありがとうございます。告知とか宣伝したいこととかある？22日に E テレでメイフル流れるんで。あ、なるほど。そのぐらいですかね、直近の何かがあるとしたら。まあ、もしそこに間に合えば。わかりました。ちょっと間に合うように頑張っていきます。結構ね、編集が大変でね。だと思います。NG ワード言っちゃってるし。そこはさ、バッツリ切っちゃえばいいんだけど。いい？切っちゃえばいい。そうなのよ、YouTube ってこんなに編集大変なんだと思って。そうなんだ、すごい。もう全然機会できないから、もう尊敬しかないです。ですよ。それでは時間が来てしまいましたが、本日のゲスト、名古屋フィルハーモニー交響楽団首席コントラバス奏者の佐渡谷綾子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。